を必要としている人ということになっているので、決してその疾患を抱えているという括りではありません。まあ、日常生活している中でも、まあ、ちょっと悩みがあったりとか、そういう方たちも対象になっていきます。ちょっと今出ましたが、精神科学部の対象としては、精神疾患は単に精神疾患に起因するものだけではなく、人々が生きる過程で直面する多様な心の問題を含んでいます。精神科学部は精神疾患を有する人々にとどまらず、全ての人々を対象にする、まあ、幅の広い支援活動というものを意味しています。で、個人の尊厳と権利擁護というところで、まあ、生命、自由、幸福の追求は日本国憲法で定められた国民の権利であり、まあ、人間の持つ根源的かつ普遍的な願いであります。